国立大学法人岡山大学。高度な知の創生と的確な知の継承という理念と、人類社会の持続的進化のための新たなパラダイム構築という目的のもとで研究や教育に取り組み、去年創立70周年を迎えました。岡山大学は持続可能な開発目標 SDGs への積極的な取り組みで世界的な評価が高まっています。その原動力は何なのでしょうか。大学の歴史をひも解きながら過去、現在、そして未来に迫ります。岡山大学は2017年第1回ジャパン SDGs アワードの SDGs パートナーシップ賞を国立大学で唯一受賞しました。そもそも SDGs に積極的に取り組むのはどうしてなのでしょうか。私は2017年に学長に就任をさせていただきまして、その時に牧野ビジョンということで、しなやかに越えていく実りの学徒へというのを掲げさせていただきました。教職員、学生合わせると2万人に達するということで、これは岡山大学が人材育成、科学技術の進歩を通して地域の産業、医療、教育、そういったことを活性化して地方創生に役立てたいというふうに考えました。どうやってかと考えたんですけども、2015年に国連が提唱した SDGs ということでございます。皆さんもこの図を一度は見たことがありませんか。2030年までに達成すべき17の目標が示されています。 SDGs は地球環境と人類社会の持続可能性を追求し、誰一人取り残さない未来のあるべき姿を共通の目標として、それぞれの地域や組織が共同して取り組む活動です。岡山大学地方国立総合大学という強みを生かす、そのためにやはりこの SDGs の達成に貢献することが実りの学徒につながるというふうに考えました。大学には私は大きく3つのミッションがあるというふうに考えています。その1つが教育、2つ目が研究、3番目が社会貢献ということなんですけども、この SDGs を教育、研究、社会貢献の中核に据えて大学でさまざまな活動を行っています。牧野学長は SDGs 大学経営を進めています。この SDGs 大学経営には4つのプロセスがあるという具合に考えています。大学の知の資源を活用して社会に貢献していくことが目的です。具体的には現在の延長線上ではなく、我々はどうあるべきかを考え思い浮かべること、地域や身の回りの課題を自分たちのこととして取り込むこと、あるべき姿と課題解決のため学内だけでなく地域や世界の方と共に取り組んでいくこと、その成果を実際に還元し新たな価値を作っていくこと。これからの時代は大学内では関係するわけでなくて、地域社会のニーズを自分たちのものとして取り込んでいって、それを地域の方々と一緒になって、だから私は共に育む教育、共に作る競争というぐらいに呼んでいますけども、そうしないと本当に社会の課題は解決できない、それが SDGs の考え方だというふうに私は思っています。岡山大学の先駆的な SDGs の取り組みに賛同したのが、岡山県北にある真庭市です。真庭市は SDGs 未来都市として認定されています。真庭を永続的にその繁栄させようと思えば、真庭を担っていくですね、時代を担っていく人を育てなきゃダメだと。
もちろん社会の中でも人は育ちますけども、学校教育というのが非常に重要だというのはこれはもう言うまでもないことです。そこで学校の先生が非常に重要になるわけですけども、地域とともに学校教育もしていただける、そういうその人材をが欲しいなと。でちょうど岡山大学がですね、北部の教員育成プログラムを作られたと。2018年、教育学部が長期的な視点から地域の教育の質の向上に取り組む教員を育成することを目的に、岡山県北地域教育プログラムを設置しました。県北に赴任されると、3年か4年経つと県南に戻りたいという希望が多いということで、県北に長く留まる先生が少ないというのが課題というふうにお聞きしました。例えば10年先のその地域であるとか子どもであるとか、長期的に考えて教育をすることがなかなか難しいかなということで、そうであればそういう先生を養成するようなプログラムを始めようということで開始しました。真庭市立天津小学校、プログラムを履修している学生が教育実習に訪れていました。小学校教育コースの掛比孝之さんです。今日やるお話は黒板だったんだな。黒板だったな。どうする造形する回した。先生も造形する掛比さんは教育学部のこの取り組みをどのように感じているのでしょうか。僕も将来的には自分が生まれた地域で働きたいと思ってますし、その教員としてこっちに関わりたいとずっと思っているので、お世話になっている学校とか、ここで学校に関わっている先生方とか、あと子どもたちとかも将来的に関わっていくことには絶対なるので、そういうのを学生のうちから経験できるということはすごい僕にも力になっていると思います。学生は県北の自治体をホームタウンとし、地域の学校や関係者と連携しながら実習を重ねていきます。自分が実際働く前からそうやって関係をどんどん築いていけるっていうところがやっぱり一番のメリットかなと思います。将来的にも働きやすいし、今学生として学ぶ上でも学びやすいところにあるとは思います。受け入れる学校側もこのプログラムに期待しています。県北にずっと残って教員をするという人材が残念ながら少ないという現状があります。そういった中で真庭市が県北に残る教員を育成するという取り組み、天津小学校も非常にこれに賛同していまして、天津小学校でもそういった教員の卵をしっかり育てられる学校にしていきたいと考えています。このプログラムの特色の一つが、大学が教員を養成するということだけではなくて、地域の学校や地元の方たちが一緒に将来地元の教員になる学生を育てていただくということが特色の一つなんですけれども、かなり多くの方にご支援をいただいて今進めてこれているかなというふうには思っています。地域でその地域の教員を育てようという意識がとても高いので、そういうことは大学としてもぜひ一緒にさせていただきたいなというふうに思っているところです。地域で学び、地域で育つ実践人教育、実習中の掛比さんは将来どんな先生になりたいのでしょうか。自分が地域のこと好きじゃないと子どもたちに与えるものも違ってくると思うし、先生がおるなら、先生が言うならっていうぐらいちょっと頼られる先生っていうのは僕を目指しています。真庭市の太田市長は今後岡山大学に期待することがあります。なかなか小さな町に大学、その大学本体そのものというのは難しい。で一方その社会がどんどん、IT もその一つですけども変わっていく中で、リカレント教育、もう一度学び直していくというのももっともっと重要になってくる。夢に近いかもしれませんけどね、岡大の北部のリカレント教育をするようですね、そういう場にならないかなと思ってますし、少しずつそういう動きをしていきたいなと思います。岡山県北地域教育プログラムは教育実習だけでなく、
ゼミなどでも地域密着型の実践的な学びを行っています。例えば製材所や職人さんと協力して岡山県産の木材を使った新しいゲームの開発をするなど、地域と共に成長し続けることができる力を身につけることができます。今あるものとあるべき姿をつなぐ架け橋としても取り組まれる SDGs。 産業の衰退や自然環境などの問題を SDGs を通して解決し、目指すべき地域の未来像へと導いていく役目も果たしています。真庭市の林業・木材産業、岡山大学の SDGs は県北の基幹産業にも大きく関わっています。1923年、大正12年創業の老舗建材メーカー明建工業。岡山大学の卒業生瀬崎博子さんです。学生時代インターンシップで林業に触れたことから明建工業への就職を決めました。まず岡山県でこんなに木材が産業が盛んなんだっていうところと、木を使うということは環境にあまり悪いことなのかなという思っていたんですけれども、オリンピックなんかで木材が使われている例からも分かりますように、循環型の材料ということで非常に環境に優しいんだということが非常に私の中でインパクトが大きかったです。私と同じように木材のことを専門的に学んでない人たちも実はこの会社で活躍をしています。学生の時に自分の好きなことで大学で頑張ってよかったなと思いましたし、例えばそれを表現する力だとか調べる力が社会、会社の中でも生きているのかなというふうに感じています。私が社会人になってからも岡山大学の学生さんをインターンシップ受け入れたりしているんですけれども、当たり前に思っていたことがその学生さんからの質問で、あ、そうだったんだっていうふうに気づくことがあって、なので学生さんと一緒にこう何かできるっていうのはその社会人にとってもなかなか刺激的というか、自分の仕事内容を見直すいいきっかけになるので、続けてほしいなというふうに思っています。そしてもう一人、今年入社した日下芽衣さんです。もともと地元岡山に貢献したいっていう思いはあって、でそんな中で真庭市で木を無駄なく使いながら新しいことをしている企業があるっていうのを知って、自分もそういったことに携わりたいなと思ったので、こちらで就職させていただきました。杉だったりヒノキだったりっていう匂いに包まれながら仕事をしていくっていうのは本当に自分にとっては刺激的で新しい経験だなっていうのはすごく思います。真庭市では林業・木材産業は衰退産業と言われていました。しかし明建工業ではそれを打破する取り組みを生み出し、地域と社会を大きく発展させています。木くずなどを利用した木質バイオマス発電にいち早く着目、地域で立ち上げた真庭バイオマス発電所では木くずなどを燃やして蒸気を作り、発電機を駆動させて電力を生み出しています。年間の発電量は一般家庭のおよそ2万2000世帯分に相当します。もう一つの取り組みが新世代の建築材 CLT の製造です。 CLT は板の繊維方向がクロスするように積み重ね接着させて作ります。強度はコンクリート並みで、コンクリートよりはるかに軽い建材なのです。資源ってのは本当仕組みの中で初めて役立つと、これは非常に大事だろうと思うんですけども、日本では当たり前になっている水道の蛇口をひねると水が出てきますよと、資源もインフラがあって初めて役立つんだというようなことを非常に実感しています。で、資源の中にやっぱり人の問題がありますから、人の資源ってのは本当にいろんな意味で教育も大事ですし、ネットワークも大事ですし、でそういったことがですね、いろんな意味でマニアで言っても、岡山大学とだったら、刺激を受けたり勉強ができたり、ということができるかなというのは実際もね、実感してます。地域間の連携みたいなものと、あと国際的な連携みたいなものがですね、両方やっぱりいるわけですから、
その辺のことが岡山大学は本当に SDGs をやっていこうと、我々の仕事もそういう枠組みの中にちゃんと入るのかなというふうには思っているものですから、ますます連携を深めていきたいなというふうに思っています。地元の資源循環型の取り組みや社会課題の解決に取り組む人材育成など、岡山大学 SDGs 大学経営のプロセスにも通じるところがあるのですね。岡山大学は岡山医科大学、岡山師範学校、旧制第六高等学校など伝統と実績を誇った高等教育機関を統合して、終戦から4年後の1949年に設立されました。大学設立のために旧陸軍の跡地であった広大な土地を確保。設立された際、この旧制六校の文化を継承して設置されたのが法文学部です。その後1994年に国立大学として初めて環境を教育や研究の柱とする環境理工学部を設置します。これが岡山大学 SDGs の土台となります。岡山大学が設立される2年前、アメリカの大学に日本研究のための施設が創設されます。それがミシガン大学日本研究センターです。その後、日本研究センターの分室が岡山に設立されます。フィールドステーションと呼ばれたその場所で、当時どのような研究が行われていたのか、日本研究センター前所長の筒井清輝さんにお話を伺いました。ミシガン大学日本研究所が創設されたのは終戦から2年後の1947年なんですけれども、この時期にどういった狙いでこの研究所が創設されたんでしょうか。一つは1940年代からアメリカ陸軍の日本語教育施設っていうのができまして、で、ミシガン大学で日本語を勉強してアメリカ軍に従軍したり、占領、その後占領に関わったりする人っていうのがたくさん出たということ。ロバート・ホールっていう、ミシガン大学日本研究センターを作った初代の所長、連合軍総司令官のマッカーサー元帥とも親交が深くて、そのマッカーサー元帥の許可を受けて、ミシガン大学に日本研究センターができたという経緯があります。で、その当時アメリカの大きな国際的な戦略として、地域研究研究所っていうものはアメリカの大手 の大学にあちこちに作るっていう流れがあったんですけど、その中で例えばロシア研究であればハーバード大学とコロンビア大学とか、ある種の役割分担みたいなものがあって、アメリカ政府の支持も受けて日本研究センターがミシガン大学にできたっていう経緯があります。で、その中で岡山に、1950年に、分室ができたわけですけども、どうしてこの岡山が選ばれたんでしょうか。はい、この点については諸説がありまして、瀬戸内海っていうものを非常にホール所長は重視していて、瀬戸内のどこかでやりたいっていう思いがあった。占領軍総司令部としては、占領政策の拠点となっているような大都市とか軍用基地のあるような地域は避けたい、大都会から適度な距離であって、それから食料調達など交通の便も良いで、気候もいいと、温暖で、日照時間が長いとか、いろんな要素を総合的に見た上で岡山という地が最適な場所として選ばれ、住民の方というのはスムーズに受け入れられたんでしょうか。岡山分室に来たミシガン大学の研究者を温かく受け入れて、その後も続くような人間的な交流が、その当時に築かれて、時々岡山に立ち寄って、各村の発展を、もう一度確認するというような継続的な調査っていうのもありますけど、それ以上にその個人的な関係っていうのが大きかったと思うので、岡山の皆様がこう温かくミシガン大学の研究者分室を受け入れたっていうことは非常に大きかったと思いますね。具体的にはどういった手法の研究が行われたんでしょうか。地理学、政治学、人類学、社会学、歴史学、さまざまな手法を取り入れた学際的な総合的な村略調査というものをやりたいと考えていたということがあって、そこを出発点としてアメリカでの日本研究の中で関心が高かった、その明治維新後の近代化によって日本社会がどのような構造的変化を起こしたか、で、個人と家族の関係、国家との関係、地域社会の在り方、自然と人間との関わり方とかですね、あるいは宗教的な価値観とか倫理的道徳的な価値観なんかの
変化などについて総合的に研究したいと、そういう視点から日本社会に対する理解を深めていった、そういう研究の蓄積が行われて、ニーケを研究したビレッジジャパンという、これは特にアメリカでの日本研究の金字塔とも言われるもので、一番大きな影響力を与えた日本研究の、トップ5とか選べば入ってくるような非常に重要な研究ですけど、それが一つ。それから松永と香川県のクルフト県に調査したトゥージャパニーズビレッジ、高島を調べた高島ジャパニーズフィッシングコミュニティ、それらの農村山村漁村を研究した詳細な研究というものがこの開幕室から出てきたということです。アメリカでの少なくとも日本研究のもう礎を築いたと言っても過言ではない、そういうような重要な役割を岡山分室が果たしていたと思います。岡山大学とはどういうふうな関わりが具体的にはあったんでしょうか。中心的になってたのが谷口澄夫助教授ですかね、からミシガン大学にも穴場にも滞在していた時期もありますし、彼がそのミシガン大学の研究者をこう自宅に招いたりしていろんな交流を深めて、後に岡山大学の学長になる方ですけど、そこでの交流が大きかった。岡山県鏡野町大地区、当時岡山大学ではミシガン大学から得た村落調査のノウハウを活用し、大学独自でも村落調査を行いました。今年70年ぶりに同じ地区で調査研究を行っています。田んぼなんかでも今の現状変わってますんでね、SDGs と言いますのは、地域の課題を解決するということで、その地域研究というのは現在の SDGs につながっているというぐらいに考えています。今回改めて岡山大学とミシガン大学との連携で立ち上げるミシガン 2.0 プロジェクト、日米を核とするグローバルな研究ネットワーク、地域、文化、産業のネットワークの瀬戸内モデルを構築することを目的としています。新たな財産を生み出そうとしている、それ一つがミシガン 2.0 という企画だというふうに思うんですけれども、このミシガン 2.0 というのはですね、どのようなものなんでしょうか。岡山分室があった時のように双方の研究者にとって、研究に資するような、研究ができるような環境を作って進めていこうではないかというような話し合いで盛り上がりまして、でこれを始めていこうと、地域社会から一体どういうことができるのかということを中心に、ミシガン大学と岡山大学でお互いに利益になるような、研究環境を作っていけないだろうかというのがミシガン 2.0 の、理念であったり、これからのミッションであるんではないかなと思います。世界全体でさまざまな課題がある中で、これはこういった取り組みっていうのは非常に大きなやっぱり期待感が持てますね。で特に岡山大学は、SDGs で非常に先進的な取り組みをしているということでね、はい、国連とかでも注目されていると思いますので、ミシガン大学としても学ぶことがたくさんあると思いますし、これからミシガン大学と岡山大学の交流がどんどん深まっていくといいなと思ってます。岡山大学の中長期的なビジョンを作りました。サステナビリティ、これは地域であったり人々の持続性を追求するということ、またウェルビーイング、これは幸福であったりよく生きるということにつながってくると思いますけども、サステナビリティとウェルビーイングを追求する研究大学という、その中で、思い当たりましたのが70年前のミシガンの地域研究ということになります。日本の典型的な農村、漁村、山村の生活を知ることができた瀬戸内は、歴史と文化、地域資源や自然環境が詰まった理想的なエリアなのです。その瀬戸内には世界につながる文化と芸術の力があります。そこで SDGs 持続可能な開発目標と岡山の歴史や文化、地域が抱える課題について、立場も世代も異なる4人に意見を交わしてもらいました。SDGs と岡山の歴史というものの関わりについてなんですけども、どういった関わりがあるというふうにお考えでしょう。はい、岡山は大変ありがたいことに非常に豊かな土地であって、また瀬戸内海の
交通の要所ということで、その当時から文明の十字路というか、ね、非常に古くから文化も栄えてきたところです。例えば洪水があるとか疫病が流行るとか、そういったさまざまな課題がございました。特に江戸初期の三名君と言われた池田光政公が、この庶民のための学校静谷学校を作ったということが非常に大きくて、そこでは陽明学実学を教えました。それから北の方の美作地区には宇田川家と三國家、優れた範囲がおられまして、それが医学のみならず日本の近代科学の元となっています。その流れを組みます足室出身の緒方洪庵は、天然痘またコレラ、そういった感染病に対しても大変大きな功績を残す、そういって古くから課題解決型の遺伝子が岡山にあるんじゃないかというふうに私は思っています。大原美術館があります倉敷市は、新たに今年7月 SDGs の未来都市に選定されました。この SDGs と伝統との関係をどのようにご覧になりますか？はい、その地で何が息づいていたかということ自体が SDGs の一つの基本になるのかなとは思っております。例えば大原美術館の創立者である大原孫三郎が、その経営者でありながら自社の発展も含め地域が発展することが持続可能な社会につながるということで、研究所を作ったりとか美術館を作ったり病院を作ったりというところで総合的に発展するということを考えていっています。また2代目の大原総一郎は高梁川流域連盟というものを作りましたが、その主意書の一番最初のところにユネスコが言っている世界平和というのは世界のことではなく自分たち身近なところでもいろいろあるだろうということを書いています。まさに SDGs という国連が提唱しているものを私たちが我がこととして考えるという、そういった遺伝子がこう流れている、そういった伝統の上で、じゃあ新しい SDGs という概念をこの岡山からどう発信するのかというのが我々に課された課題かなというふうに考えます。岡山大学の現役の学生さんにも参加していただいておりますけれども、田中さんは今大学でこの SDGs どういったところに取り組んでいらっしゃるんでしょうか？はい、私は現在環境部エコロというところに所属しておりまして、環境問題のに携わるような活動をしております。月に1回のゴミ拾いや古紙回収、また毎年リサイクル1位という活動も行っておりまして、卒業される方からいらなくなった家具家電を回収して、新しい新入生だったり在校生だったりに安く提供するという活動なんですけれども、本来なら捨てられるはずだったものが新しい持ち主に渡っていくっていう、そこの循環ができていくというところで重要な役割を果たしているかなと感じています。いや、素晴らしいなと思いますけど、例えば他の一般の学生さんですとか地域の方ですとか、はい、そういった方のその SDGs というところに対する意識というのはどのようにお感じになりますか？やっぱりそうですね、あんまり意識はしてないのかなというふうに感じてしまうんですけれども、リサイクルエッジというイベントだったりに参加することで、気づいてないけど携わっているということも多くあると思いますので、そこを意識するっていうのをまた SDGs に関わっていくっていうことの一つじゃないかなと思います。なるほど。中澤さんはどのような活動に取り組んでいらっしゃいますか？はい、僕はテーブル42という取り組みをさせていただいておりまして、頭文字を取って TFT とよく呼ばれるのですが、先進国でやっぱ肥満の問題が多いので、そちらをヘルシーメニューを提供してなくしていこうという取り組みをします。で、そのヘルシーメニューの料金のうちの20円であるとか10円であるといった金額が寄付金になっていて、開発途上国ですねに届けられて給食として子どもたちのもとに届く、それによって肥満問題と飢餓問題が同時に解決されるといった仕組みを、岡山大学の生協の食堂さんで導入させていただいておりまして、でコロナ後はTFT 弁当を提供して皆さんに食べていただいています。やっている中で強く感じられたことってどんなことですか？はい、視野は世界に向けながらも地元、例えば大学の食堂ですとか、そういったところからできることをやっていく、それがすごく大切だなと思いました。非常に頼もしい現役学生さんの言葉がありましたけれども牧野学長のお聞きになってどのようにお感じになりました？本当に頼もしいなと思いました。SDGs というのはある意味気づきの世界で、他者を考えるとかみんなで考えるという、そういった意味でもそのテーブル42というのはまさにその SDGs そのものを考えていないかというふうに思います。
ここで岡山や瀬戸内の島々で文化芸術の振興に取り組んでおられます福武総一郎名誉顧問よりビデオメッセージが届いております。最初の段階からも世界的なものを作りたいと思ってました。小さくてもね、やっぱりキラリと光るものがいいと思ったんですよ。やっぱり美しい自然の中に問題提起をするアートと作品と、それとそれにふさわしい建築、さらに言えばそれらと島や地域の人々の継続的な関わりというんでしょうか、だからそういうものを組み合わせることによって、メッセージ力のある、訴える力のあるアートサイトができると感じたんですね。もう世界にない全く新しいアートサイトがあるということで有名になったと私は思いますけどね。島の人たちが、どんどんやっぱりお客様というか来訪者に積極的に関わるようになったですよね。それでやっぱり島の人も自信を持つと、またやっぱり今度島のことをどんどん説明したり、あるいは島そのものもやっぱりきれいになっていくわけですね。他人から見られて期待されるとね、元気になりますよね。芸祭やってる、多くの島も元気になったという、それが、直しメソッドと言われ、という、言われ方をしてるわけで、それを今やってるわけですね。地方が元気になれば日本が元気になるという、その逆転の発想をしないと僕はダメだと思う。地方でしかない宝は何だと、だ東京の真似をするとみんな不幸せになるんだという、それぐらいの強い覚悟を持って地域づくりをしないと、その地域の良さというものを発揮されないと思うし、それは、ある面でエッジの立った町づくりはできないように私は思いますけどね。島民の方、地元の方のその意識も変わってきたように見えるというご発言がありましたが、そのあたりはいかがですか。まさにこのアートということが島民をある意味一体化して、そこでみんな参加する、そういったことによって自分たちも変わっていったし、周りも変わっていった。本当にアートの力というのはすごいなと思います。新型コロナ後の、アフターコロナ、ウィズコロナと言われますけども、どういうふうな形になっていくのが、望ましい姿だと思われますでしょうか。地方分散型社会、そういったのを牽引できる岡山になればいいなというふうに思っています。大原理事長は岡山経済同友会の文化スポーツ委員会の委員長としてもお務めですけれども、そういった視点からどのようにお考えになりますか。私は日頃お話をさせていただくのは、人々が生きようとする力を応援するのが文化芸術でありスポーツだというふうにお伝えをしています。新しい世界への一歩を踏み出すような、文化スポーツと経済そして地域が一体になった次の持続可能な社会というようなものを作っていかれたらいいなと思いながら、今同友会で活動しております。どのような社会に皆さんは生きていきたいと思われてますでしょうか。と以前まではやっぱり競争社会ということで、あんまり他の会社と関わったりということがなかったと思うんですけれども、新型コロナを経て大変な状況を乗り切るために飲食会とか旅行会社とか協力をし合って、深いつながり、新しいつながりがどんどんとできてきたと思うんですよね。それがそのコロナ後も続いていけば、より良い地域、より良い社会になっていくんじゃないかなというふうに思います。中澤さんはいかがでしょうか。はい、僕は新型コロナウイルスの後に、人々はその本質的なものを考えるようになったと思うんですね。その本当にいいものって何だろうとか、そういったものを考えるようになったと思っていて、でもう一点は、より身近なものであったり人に焦点を当てるようになったと思っていて、もっとより身近なものであったり、文化であったり、そういったものに目を向けて、だんだんこう地域が活性化されていく、そういう社会になるといいなと僕は思っています。これからの時代の中でですね、大原理事長ご自身、それからあるいは大原美術館であったりとか倉敷という町がどういったことに取り組んでいけばいいと思われますか。はい、大原美術館は今年で創立90周年になります。で、90年前のことを思いますと、私は
本当に地域の人たちとともにあの美術館を作っていったんだなということを実感することが非常に多いです。でそれとともに大原美術館の一つのこう信念の中に未来への信頼っていうのがあるのではないかなと思っていて、未来の社会に何ができるかということをさまざまな方とこうパートナーシップを結ぶことでこの地域の発展に貢献していきたい、そのように思っております。牧野学長はこれからの社会どういったお考えをお持ちでしょうか。はい、まあ、私学長の就任以来 SDGs ということでやってきましたけども、岡山から新たな価値を社会に発信していく、そのためにやはりただ単に科学技術ではなくてアートの力大事じゃないかと言われています。さまざまなそのコミュニケーションとか連携を深めることっていうのが、まあ、大きなアフターコロナのキーワードの一つかなという感じがいたしました。岡山大学は去年創立70周年を迎え、 SDGs 大学経営元年と位置づけてさまざまな分野で新たな試みを始めました。その一つが今年度スタートしたベネッセホールディングスとの共同研究プロジェクトです。牧野学長と足立社長が会談を前に直島のアートを巡りました。94年にアウトオブバンズという瀬戸内の風景の中にアートを置いていくっていう展覧会をやりまして、その時にアーティストの草間彌生さんとどの場所がいいか探してこの場所がいいと、以来この黄色いかぼちゃは直島のシンボル、瀬戸内のシンボルとしてずっと置かれていっています。瀬戸内の風景と現代アートを組み合わせるっていうのが一番最初私どもが取り組んだところでございまして、シンボルのような作品でして、ここからアートが美術館の中を飛び出して自然の中、集落の中、そして他の島々へと広がっていくきっかけとなった、そんなまあものでございまして、実はここが一番大好きなところなんで、はい、まあ、そういった背景があったことは全く知らなかったんですけども、はい、普通の場所を特別な場所にしていくっていうのもアートの力かなと思ってまして、うん、この黄色いかぼちゃなんかはその代表例かなと思っております。このかぼちゃを見るとまたこう直島に来たなっていう気持ちがね、だから本当に直島の今こうシンボルになっている素晴らしい絵だと思いますね。ここはね、直島の本村には古い民家がたくさん残っています。そこにあるのが家プロジェクト一つ目の作品となる角屋です。地域の人が参加してアートを作るという、それが実現した作品でございます。実は20年目にその時参加してくれた方々にもう一回集まってもらって、今の気持ちでもう一回時の設定をし直すということをですね、ここでやってもらいまして、それが大事なやっぱりインクルージョンといって、はい、まあ、誰一人取り残さないということで、はい、20年ぶりに、はい、いやその凄さというか寛大さというか、はい、素晴らしいアイデアだと。その現代アートと地域というものはこう結びつく最初のアートですよね、これは。だからある意味こうベネッセの直島の活動の僕は非常に大きな分岐点なのかなっていうふうに思いますけどね。こちらが正面です。いやここは初めてですけど、はい、2002年にできた神社でございまして、拝殿の基礎のところにはこれは実は岡山の万成山の万成石ですけれども、あ、そうなんですか、はい、その巨石を1枚持ってきて、あ、こちら、はい、場合によっては全てがなくなってもここに神の拠りとしてこう巨石が残るといったようなイメージを作って、そんな神社でありながらアート作品でもあるというですね。先ほどお話をいろいろお伺いしてみると、地元の方が代々つながっているということで、まあ、非常に感銘を受けましたけども、ベネッセがこの直島をスタートしてからおそらく30年ぐらい経ってると思うんですけれども、その中でやはり家プロジェクト、島の皆さんが住んでおられるところに現代アートを持ち込んだ、この時からおそらくその直島と現代アート、あるいは直島とベネッセの関係が大きく変わったんじゃないかなというふうに思ってます。島の方たちの参画があってこの現代アートができてきたということで、本当に島の皆様に現代アートを身近なものに感じていただけたのじゃないかなと、それがある意味それから後のその、まあ、ベネッセのこの直島での現代アートのいろんなその活動を変えてきたんだろうなということを改めて実感しましたですね。ただ単に
その現代の作家さんに任せたんじゃなくて、地元の方も参画されて、お互いに知恵を出し合って何とか解決してできている、うん、その辺が非常に素晴らしいなというふうに思いました、うん、そうですね、島の中で息づいていく、そういうことが続いていくといいなというふうに思っています。岡山大学は SDGs ということで、はい、全国を挙げて取り組んでおりますけども、はい、ベネッセ様の方も SDGs に取り組んでおられて、はい、お伺いしてますけども、はい、このベネッセの企業理念というのはよく生きると、これを英語で言いますとウェルビーイングということで、その SDGs であり、あるいはサステナビリティが目指しているものと本当にイコールだと思ってるんですね。ご存じの通り教育と介護という分野をやっておりますので、これそのものがですね、ある意味でこう社会課題の解決そのものなんですね。本業を通じてその社会課題 に取り組んでいくんだというのが、ベネッセのサステナビリティなり、SDGs の考え方としてやってきているわけですね。今一番の問題は新しい感染症が起こって、はい、それを広めた一つの要因としては東京一極集中というか、うん、いかにこの今後この地域がこの頑張っていく、そういったことが求められているのではないかと思いますし、地球レベルの問題を考えていかないといけない、うん、SDGs の観点が求められているんじゃないかというふうに思います。そのオンラインの力っていうのは僕はすごく大きいというふうに思ってまして、一瞬に世界中のコミュニケーションしたい相手とつながることができて、で極めて、簡単に意思疎通ができると。一方でこう非常にこう地域化分散化というものが進むのと同時に、ある意味そのコミュニケーションのグローバル化っていうんですかね、その両方が非常にこう進んでいく世界がこれからあるんだろうなという気がしますですね。今後社会としてどのような人材を我々にこの変わっていく世の中において求められていくと思われますでしょうか。やっぱり自分 その住んでいる町であったり、あるいはコミュニティであったり、自分自身であったり、そういうものを深く考えられる力っていうのは一つ僕は重要じゃないかなというふうに思うのと、多様性を重要する力っていうんですかね、そういうそのものをですね、日本の学生がもっともっとつけていくと。今までの経験とは違うことで目覚めるということもたくさんあると思うんですね、気づくということが。そういう経験を若い人たちがたくさんしてくれるといいなというふうに思いますね。これから3年間ベネッセ様と岡山大学の方でアートが地域の方々に、どういった影響を及ぼしていったか、そういったことを調査また研究していくプロジェクトが始まるんですけども、どういったことを期待されておりますか。何がこの直島の現代アートと地域の皆さんを結びつけたのか、あるいは地域の皆さんのどういう支えがあったのか、あるいは現代アートがどういう形でその地域の皆さんにいい影響を与えて、それがウェルビーイングに本当につながっているのかつながってないのか、そういうことをぜひまた調べていただいて、ご提言もいただけるとありがたいと思いますし、この地域の活性化というものにとって何が本当に重要なことなのか、鍵になるのかということが少しでも明らかになってくると大変嬉しいなというふうに思っています。ぜひご一緒にいろんなことを考えていきたいなというふうに思っております。 SDGs においてはこのオープンイノベーションって非常に重要でして、課題をお互いに共有して、知恵と知恵を出し合って、それでうまく化学反応を起こして、新しいことを見出していく、作っていく、そういったことができれば素晴らしいなと思ってますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。岡山大学のもう一つの試みは、真庭市や県内の大学などとの連携で始まる林業、木材、木造建築に関する教育・研究の拠点の集積連携ゾーン整備です。林業と木材と木造建築のですね、研究をですね、このマニュアルでしていただけないかということで、牧野学長と私が共同代表になってですね、検討を始めたと。木に関する総合的なですね、研究ができるようなですね、そういうものにしていきたいと。経済と環境と社会と結びつけたですね、形で SDGs を進めようとしています。マニュアルの強みである林業、木材関連産業を生かした地域活性化、地域価値の向上、人材育成を目的としています。
出席者の一人、新国立競技場のデザインを手掛けた建築家隈研吾さんにお話を伺いました。真庭という ある意味で森自身があるところ、それから河口の、一番 その施設があるところ、そこに今度は教育が加わることによって、本当に自然の中で、ものづくりと一体になっての教育ができるので、日本の中でも非常に珍しい例になるし、世界に向けても自慢のできる教育機関になるんじゃないかと思います。隈研吾さんは来年工学部と環境理工学部が再編統合されて新設される工学部に特別招聘教授として着任が決定しています。今回の岡山大学の新しくできる建築のコースっていうのは、まさにこれからの建築の主役になる木を中心に教えられるっていう点で、いろいろな縛りがなくて自由に教えられるような気がして、全く新しい建築教育がここから始まるというふうなつもりでやってみたいなと思いますね。岡山大学、世界で活躍する実践人の育成ということで、やはりその課題を解決する、それはやはり地域に出かけていって地域の課題を解決していくということが大事です。一つ一つと世界に発信していく、そういったことによってこれからのサステナビリティ、ウェルビーイングということが解決につながるんじゃないかというふうに思っています。岡山大学は地域社会と世界におけるパートナーシップに基づいて、持続可能なウェルビーイング、心身ともに満ち足りた幸福の実現をこれからも目指していきます。